エコノミスト・インテリジェンス・ユニットによる2019年の民主主義指数の世界地図。青色が最も指数が高い。アダム・プシェボルスキによる2008年の民主主義、独裁性の世界地図。緑色、議員内閣制民主主義。水色、混合民主主義。青色、大統領制民主主義。黄色、君主独裁制、大概色、文民独裁制、赤色。 軍事独裁性、民主主義、または民主制とは国民から選出された議員や政府が主権を持ち行使する政治体制を指す。近代では市民革命により一般化した政治の形態、原理、運動、思想で民主主義に基づく社会は市民社会、ブルジョア社会、近代社会などと呼ばれる。大員義語は全体主義、新生政治、先生政治、 過当性、独裁性など。デモクラシーの語源は古代ギリシャ語のデルタイタミュー、カッパローアルファタウアルファで、人民、民衆、大衆などを意味するデルタミューと、権力、支配などを意味するカッパロータウを組み合わせたもので、人民権力、民衆支配、国民主権などの意味である。この用語は、同様に、優れた人を意味するローイオタシグマタウとカッパロー。 ウを組み合わせたロイオタシグマタウカッパローアルファータウアルファーとの対比で使用され、権力者や支配者が構成員の一部であるか全員であるかを対比した用語である。古代ギリシャの衰退以降は、デモクラシーの語は、修具政治の意味で使われるようになった。古代ローマでは、デモクラシーの語は使用されず、王政を廃止し、元老院と市民集会が主権を持つ体制は、 共和制と呼ばれた。近代の政治思想上で初めて明確にデモクラシー要求を行ったのは新京都革命でのレベラーズであった。近代の啓蒙主義以降はデモクラシー主義は自由主義思想の用語として使われるようになった。さらにフランス革命後は君主制、貴族制、新生政治などとの対比で20世紀以降は全体主義との対比でも使用されることが増えた。 なお政治学では、非民主性の総称は、権威主義性と呼ばれる。日本語で、デモクラシーは、通常、主に生態を指す場合は、民主性、主に制度を指す場合は、民主性、主に思想、理念、運動を指す場合は、民主主義などと訳し分けられている。なお政治学では、特に思想、理念、運動を明確に指すために、デモクラティズム、A、 ディマクロティザム、民主主義が使用される場合もある。なお、現代ギリシャ語では、デルタイータミューカッパローアルファータウアルファーは、民主主義を表すと同時に、共和国を表す語でもあり、国名の共和国という場合にもデルタイータミューカッパローアルファータウアルファーが用いられる。民主という漢語は、伝統的な中国語の語義によれば、民の主すなわち、 君主のことであり諸教や茶伝に見られるる法であるこれをデモクラシーやリパブリックに対地させる最初期のものはウィリアム・マーティン万国広報であり、マーティンは A デモクラティック・リパブリックを民主の国と対役していた。しかしこの観訳は中国や日本でその後しばらく見られるようになるデモクラシーとリパブリックの概念に対する理解、あるいはその薬術に対する混乱の最初期の 現れであった。マーティンより以前、イギリスのロバート・モリソンのカエ辞典は、デモクラシーを、寄付か無人統率また不可多人乱関という文脈で、紹介し、ヘンリー・メドハーストの映画辞典はやや踏み込み、囚人的国党、囚人的地理多人乱関商民老犬と解説する。さらに、ドイツのロブシャイド、映画辞典は、民政、囚人管轄。 百姓老犬と解説していた。19世紀後半の看護犬の理解は、この点で一つに定まっておらず、陳理系によればデモクラシーは、民和主という語義と、民衆の主という語義が混在していたのである。一方で、日本ではデモクラシー及びリパブリックに対しては当初は、シンプルで区別なく対処しており、1862年に、堀達之助が作成した、 英和大約州陳事書ではデモクラシー及びリパブリック、いずれにも共和政治の法約を当てていた。これが万国広報のトライとその強力な需要により民主なる後の併用と根用の時代を迎えることとなる。民主主義は組織の重要な意思決定をその組織の構成員が行う、すなわち構成員が最終決定権を持つという生態、制度、政治思想であるが、 その概念、理念、範囲、制度などは古代より多くの主張や議論がある。古代ギリシアの民主主義は、過等性に対する人民支配であり、法の支配、自由、自治、法的平等などの概念と関連していた。しかしその後は長く修具政治を意味するようになり、17世紀以降に啓蒙主義による自由主義の立場から再評価され、社会系や苦労により、 国民主権の正当性理念となり、名誉革命、アメリカ独立革命、フランス革命などのブルジョワ革命に大きな影響を与えた。民主主義は、功利主義や経験主義の立場からも評価されるが、同時に古代より多数派による先制や民衆の支持を背景に少数独裁に転じる危険性も存在する。民主主義の理念に対する評価は、二つの世界大戦を、 きっかけとして20世紀に激変した。第一次世界大戦は総力戦となり、ドイツ帝国、オーストリア・ハンガリー帝国、ロシア帝国などでは、訂正が終焉した。第二次世界大戦では、民主主義と全体主義の対決という意味付けが特に途中から参戦したアメリカ合衆国によって強調され、冷戦の開始後は、全体主義にソビエト連邦のスターリン主義が加えられた。 戦争中は15の女性を含め多くの国民が戦争に動員され戦争に貢献する以上は政治的発言も認められるべきとして結果として選挙権の拡大につながった。こうして民主主義の正当性は高まり最も独裁的な国家も自らこそが真の民主主義を体現していると主張するようになり民主主義の理念を否定する体制が事実上なくなった。反面 民主主義とは何かが曖昧ともなった。民主主義の種類は大別して、構成員が直接参加する直接民主主義と、構成員が代表を選出して代表が議論や意思決定を行う間接民主主義があり、組織の規模や意思決定の重要度などによって選択や組み合わせが行われている。直接民主主義的要素には、構成員全体による会議の他にイニシアティブ。 レファレンダム、リコールなどがあり、間接民主主義の代表例には、議会や大統領などがある。これらの制度は、組織全体の統合機能を持つため、仮に形外化した場合には統合機能が低下する。また自由な議論の前提には、言論の自由、少数派の尊重、情報公開なども必要とされる。民主主義を実現するための制度には、 その組織や国の歴史的経緯などにより、議会主義による議員内閣制、二元代表制による大統領制、あるいはその組み合わせなどがある。また権力による独裁を防ぐための三権分立など各種の権力分立がある。また現代の大衆社会では、政党、圧力団体、マスメディアなどの役割や影響力も増加した。 民主主義の代表的な種類、分類には以下があるが、その分類や故障は時代、立場、観点などにもよって異なり、多くの議論が存在している。スイス・グラールス州の州民集会。2014年。直接民主主義は、集団の構成員による意思が、集団の意思決定により直接的に反映されるべきと考える。直接民主主義の究極の形態は、 構成員が直接的に集合し議論して決定する形態であり、高い正当性が得られる反面、特に大規模な集団では、物理的な制約や、構成員に高い知見や負担が必要となる。また議員など代表者を選出する形態でも、有権者の選択が重視され、議員は信任されたのではなく有権者の意思を委任された存在であり、有権者の意思に反する場合は、リコールや、 再選挙の対象となりうる。古代、アテナイや古代ローマでは、民会が実施された。現代では、イニシアチブ、レファレンダム、リコールが直接民主主義に基づく制度とされ、都市国家の伝統を受け継ぐスイスやアメリカ合衆国の、タウンミーティングなどでは構成員の参加による自治が重視されている。2007年フランス大統領選挙で投票する、女性間接民主主義は、 主権者である集団の構成員が自分の代表者を選出し実際の意思決定を任せる方法、制度である。主権者による意思決定は間接的となるが知識や意識が高く政治的活動が可能な時間や費用に耐えられる人物を選出することが可能となる。選挙制度にもより議員の位置づけ、選挙の正当性、代表者による 決定の正当性が反映されているかなどが常に議論となる。自由民主主義は自由主義による民主主義。人間は理性を持ち判断が可能であり、自由権や私的所有権や賛成権などの基本的人権は自然権であるとして、立憲主義による権力の制限、権力分離による権力の区別分離と抑制均衡を重視する。古典的には、 選出された議員は全員の代表であり、理性に従い議論と交渉を行い決定する自由を持つと考える。宗教における民主主義、キリスト教民主主義、改修性仏教民主主義、イスラム民主主義など、社会主義における民主主義には、ヘビアン教会等による社会民主主義の潮流、民主社会主義、マルクスレーニン主義によるプロレタリア民主主義、 人民民主主義、新民主主義などがある。アメリカ合衆国大統領、トーマス・ジェファーソン等による民主主義。共和制、自立を重視し、エリート主義に反対し、正当性と弱い連邦制を主張した。アメリカ合衆国大統領、アンドリュー・ジャクソン等による民主主義。選挙権を土地所有者から全白人男性に拡大し、領感性や領土拡張を進めた。 市民運動や住民運動など一般民衆による民主主義。ジェファーソン流民主主義を厳選とし、フランクリン・ルーズベルトが提唱した。第二次世界大戦後のドイツ等、自由を否定する自由や権利までは認めない民主主義。古代より多くの時代や地域あるいは共同体で、多様な合議制や法やルールに基づいた合意形成や意思決定が存在したが、 一般的には民主主義の起源は古代ギリシャ及び古代ローマとされ、また近代的な意味での民主主義は17世紀以降の啓蒙思想や自由主義、それらの影響を受けたフランス革命、アメリカ独立革命などを経て形成され、20世紀に多くの諸国や地域に拡大した。アテナイ民主主義の父と呼ばれるクレーステネスの像古代ギリシアのアテナイでは、民会による 直接民主主義が行われた。民会の参加は、アてない市民権を持つ全成人男性で、奴隷、女性、移住者は対象外であり、議論の後に多数決で決定された。アてナイでは、王政から貴族政に移行後は、貴族のアレオパゴス会議による支配が行われ、民会の権限は限定的であった。紀元前7世紀にドラコンが従来の不分法を成分化し、 貴族による法知識の独占が崩された。紀元前6世紀、ソロンは市民の奴隷への転落を禁止し、すべての市民が民会に参加することを認める法律を制定したため、市民と奴隷が明確に二分され、以後は市民間における自由と平等が保障された。続いて、紀元前五世紀、クレース・テネスが選手、ヒッピアスを追放し、従来の血縁による 部属性から居住区制への移行、500人評議会の設置、党編追放の創設など民主制の基礎を確立した。さらに、紀元前462年、ペリクレス等がアレオパゴス会議の権限を剥奪した。しかしペルシア戦争後、ソフィスト等の批判で市民裁判により、ソクラテスが処刑されると、弟子のプラトンは民主主義は、 修具政治に陥る危険があると考え鉄人政治を主張した。またアリストテレスは六世大論を主張し、ポリテイアでは等しいものを等しく扱うことが正義の本質とし、市民間の平等と相互支配を重視したが、主人の奴隷に対する支配や親の子に対する支配は擁護した。これに対して、後のストア派は自然法による奴隷を含めたすべての人間の平等を解いた。 アテナイを含む古代ギリシア衰退後は民主主義は合理的な統治形態ではないと考える時代が長く続いた。レッジョエミリアにある SPQR の文章。共和制ローマの主権者である元老院とローマの人民を表す。古代ローマでは古代ギリシアで使われたデモクラシーという言葉は修具政治を意味すると考え使用しなかったが共和制移行後は 貴族中心の元老院と平民の民会が、意思決定機関となり、ローマ法が整備され、王政復活や独裁を防止するために、失政官などの政務官は、任期等が制限された。いわゆる帝政ローマへの移行後も、名目上は、共和制で、ローマ皇帝は元首であった。紀元前509年、古代ローマは王を追放し、共和制ローマとなったが、 貴族と平民の身分闘争が続き、紀元前494年平民を保護する五民間が創設されて拒否権が与えられ、紀元前287年、ホルテンシュース法で民会が独自の立法機関となったが、グラックス兄弟などの改革は失敗した。また、ローマ市民権は、非政府民族などに拡大され、212年のアントニヌス直例で、 帝国内の全自由民に拡大された。キケロは元老院、失政官、民会を権力分立と考えた。近代以降、元老院は上院、民会は下院、プリンケプスは元首となり、ローマ法はヨーロッパ法に影響を与えた。中世では、ローマ教会など宗教的権威や王権神入説など絶対王政が、 支配的となったが、ヨーロッパでは、都市国家や古代ローマの影響、各地の商業都市発達などもあり、多様な場所や形態で、選挙君主制や議会、自治など、民主的な概念や制度も存在した。古代からのものも含め、主な例には、以下がある。1215年に作られた、マグナカルタの認証不写本13世紀、イングランド王国で、マグナカルタにより、 王権の政権が定められた。16世紀以降、ジャック・ベネイ・ボシュエやロバート・フィルマーが王権真珠説を唱えて政治権力の教会権力からの独立を宣言し、ジャンボダンが国家主権論を唱え、1648年ウェスト・ファーレン条約により中世とは異なる近代的な主権国家が成立した。十七世紀以降、啓蒙思想による自由主義が主張され、 ボルテールは自由主義や人間の平等を主張した。17世紀、新京都革命でリベラベーズが社会契約や普通選挙を要求した。また、人民主権の理論として社会契約論が唱えられた。ホップスの社会契約論は、権力の正当性を神ではなく非支配者である人民に求めたが、国民による統治は構想しなかった。次にジョン・ロックの社会契約論は、 さらに国民の抵抗権を認めアメリカ独立革命に影響を与えた。またジャンジャック・ルソーの社会契約論は堕落した文明社会を変革する方法として人民が一般意思を喪失するとし、また代表性を批判し、直接民主主義の理念を提示し、後のフランス革命に影響を与えた。モンテスキューはブルジョワジー、特に知識階級の自由を 権力の先生からいかに保障するかを考え、権力分立の形態として三権分立を構想した。独立宣言への署名1775年、アメリカ独立革命が発生した。北アメリカのイギリス植民地では、植民地への重税や植民地からの輸入規制等への不満から、ミルトン、ハリントン、ロックの理論を学び、基本的人権と代表性を確立した。 1776年、トーマス・ジェファーソンが起草したアメリカ独立宣言では、社会契約論、人民主権、革命権が、名分の政治原理として採用された。各植民地は、憲法制定など共和国としての制度を整え、タウンミーティングなど、直接民主主義の伝統が形成されていった。特に、ペンシルベニア、バージニア等の共和国憲法は、人民の意志の反映。 議会の優位を強く打ち出し、連邦の強化は先制につながるものとして警戒された。独立戦争後の財政危機、無産階級の台頭による政治不安の中、有産階級は各植民地共和国の独立、自治を見直し、強力な中央連邦政府の樹立へ向かった。1787年採択のアメリカ合衆国憲法は、 多数派の権力もまた警戒すべしとの考えから、権力分立の徹底と社会秩序の安定を重視し、議会の二意制、議会から独立した強力な大統領による行政権、立法に優位する司法権を確立した。この結果、ブルジョワジー中心の体制が確立した。その後、ジェファーソン流民主主義とジャクソン流民主主義がに大潮流となり、また、 大衆社会による議会制度の境外化を受けて草の根民主主義も提唱された。我々は以下の事実を自明のことと考えている。つまりすべての人は生まれながらにして平等であり、すべての人は神より犯されざるべき権利を与えられている。その権利には生命、自由、そして幸福の追求が含まれている。その権利を保障するものとして政府が 国民の間に打ち立てられ、統治される者の,の同意が、その正当な力の根源となる。そしていかなる政府といえどもその目的に反するときには、その政府を変更したり、廃したりして、新しい政府を打ち立てる国民としての権利を持つ。アメリカ独立宣言これまで英国の王が、有していた全ての憲法の権威は、社会全体の共通の利益のため契約によって、人民から由来し、 人民が保持するものとなった。バージニア憲法フランス1793年憲法1789年からのフランス革命では1791年憲法で人民主権、一般意思、主権の分割上と付加が明記された。さらに1793年憲法で抵抗権、直接民主主義的要素などルゾソーの影響を強く受けた憲法が制定されたが、 施行されずに終わった。ポリティ法プロジェクトの評価で発展以上となった国の数、1800年から2003年まで18世紀から20世紀にかけて主要各国で男性普通選挙や女性も含めた完全普通選挙が普及した。特に第一次世界大戦や第二次世界大戦は総力戦となり女性の社会進出が進み、また民族自決を掲げて、 植民地の独立が続き、多数の主権国家が誕生した。19世紀以降、社会主義の潮流の中より、従来のブルジョア民主主義を欺瞞として、暴力革命を唱える共産主義が登場すると、共産主義陣営は、資本主義陣営を帝国主義と批判し、資本主義陣営は、共産主義陣営の共産党一党独裁を批判した。さらに、 第二次世界大戦後、イタリアではファシズム、ドイツではナチズムが台頭し、国家主義や民族主義を掲げて民主主義を批判した。2007年、国際連合総会は9月15日を国際民主主義デートし、すべての加盟国及び団体に対して公的意識向上のための貢献を感謝する決議を行った。民主主義に関する思想、見解。 発言には多数のものがあるが、世界的に著名なものには以下がある。紀元前後世紀、ペルシア戦争の際、ペルシャ大王のクセルクセス一世と、ペルシャに亡命中の元スパルタ王のデマラトスの対話より、当時は一般的な先制政治のペルシャ王は当時の基本原則は恐怖であり、自由とは法人状態で統制の取れない状態と考えるが、 例外的に法の権威のもとに団結して自由を唱える市民団からなるポリスでは法の下での平等な関係を踏まえた自治があり言論が人を動かす道具でポリスの自由により市民が政治に参加できていた。デマラトスよ千の兵がこれほどの大軍を相手に戦うなど、そなたは何という少子なことを申すのか。それらの者たちが一人の指揮者の采配のもとに あるのではなく、ことごとくが一様に自由であるとするならば、どうしてこれほどの大軍に向かって対抗し得ようか。一人の統率下にあれば、指揮官を恐れる心から、実力以上の力も出そうし、無知に脅かされて、やもめ勢を顧り見ず、大軍に向かって突撃もしよう。しかしながら自由に放任しておけば、そのいずれもするはずがなかろう。彼らは自由であるとはいえ、 いかなる点においても自由であると申すのではありません。彼らは、法と申す主君をいただいておりまして、彼らがこれを恐れることは、殿のご家来が殿を恐れるどころではないのでございます。いずれにせよ彼らはこの主君の命じるままに行動いたしますが、この主君の命じますことは常に一つ、すなわちいかなる大軍を迎えても決して敵に後ろを見せることを許さず、 あくまでも、己の部署に踏みとどまって、敵を制するか、自ら撃たれるかせよ、ということでございます。ヘロドトス、歴史ペリクレス起源前後世紀、古代アテナイの指導者ペリクレスによる早々演説より、多数者の公平、法的平等、私生活の自由、法の支配などをポリスの理想と主張した。我らの生態は、他国の制度を追従するものではない。 人の理想を追うのではなく、人をして、我が藩を習わしめるものである。その名は、少数者の独占を廃止、多数者の公平を守ることを胸として、民主政治と呼ばれる。我が国においては、個人間に紛争が生ずれば、法律の定めによって、すべての人に平等な発言が認められる。だが一個人が、才能の引でてていることが世にわかれば、無分別なる。 陽道の利を廃止せ人の認めるその人の能力に応じて、公の高い地位を授けられる。またたとえ貧窮に身を起こそうとも、ポリスに益をなす力を持つ人ならば、貧しさゆえに道を閉ざされることはない。我らはあくまで自由に公に尽くす道を持ち、また日々互いに、災疑の目を恐れることなく自由な生活を享受している。私の生活において、 我らは互いに成虫を加えることはしない。だが、ことこうに関するときは、法を犯す振る舞いを深く恥を恐れる。時の政治を預かる者に従い、法をい。特に犯された者を救うおきてと、万人に、連地の心を呼ぶ覚ます不文のおきてとを、熱くを飛ぶことを忘れない。まとめて言えば、我らのポリス全体は、ギリシア人が追うべき理想の権限であり、我ら一人、数との市民は、 人生の広い諸活動に通行し、自由人の品位を自し己の知性の演熟を期することができると思う。とキリです。戦士期限前4世紀、プラトンは、著作、国家で、国家の過当性の次の段階は、民主制だが、行き過ぎた自由により崩壊して、選手制になるとし、理想を、鉄人政治と記した。人々は自由であり、 その国家は行動の自由と言論の自由に満ちている。そこでは何人も自分のしたい放題のことをすることが許されているということになるのではないか。あまりに行き過ぎた自由は個人と国家を問わず行き過ぎた冷属以外のどこへも変化しない。選手制とは民主制以外の国制から生まれてくるものではないようだ。思うに極端な自由から 最も大きく最も激しい霊族が現れてくる、ようだ。プラトン、国家大発刊、アリストテレス紀元前4世紀、アリストテレスは、著作、政治学で、政治体制を支配者の数と、共通の利益にかなうかどうかで六生態に分類した。アリストテレスは現実に最善な生態は、ポリティアと考え、それは、加藤性と民主性を混合したもので、 富者と貧者の対立調停を主眼に置いて、選挙と忠誠を併用し、また支配と服従の両方を経験した、中間階層の役割が安定の基礎と説いた。他方で、民主制は、自由人の生まれで財産のない者が多数であって、支配者である、生体だが、悪い生体の中では、最も悪くないもので、民主制では、法の支配が確保されるために、民会は、 例外的にのみ開かれることが大事で、民衆が農民ならば権利はあっても政治に参加する、眼下がないため民主制は、温恵なものとなるが、民衆が職人、商人、日雇いからなる場合は、民主制は極端な形態に陥りやすい、と記した。また、民主政治の前提条件に、自由、政権や権力の交代、平等、多数決原理などを挙げた。 民主性的国性の根本原理は自由である。そして自由の一つは順番に支配されたり支配することである。というのは民主性的、性は人の値打ちに応じてではなくて人の数に応じて等式物を持つことであるが、大衆は必然的に主権者であり、また何事によらず、より多数のものが決定することが最終的なものであり、またそれが正しいことである。 次のようなことが民主性的なことで、あるすなわちすべての人々が、もろもろの役人をすべての人から選挙すること、すべての人々が一方において、個々の人を支配し、他方において、個々の人が順番に、すべての人を支配すること、もろもろの役は財産を全然その資格としないこと、あるいはできるだけ少学を資格とすること、同一人がどんな役にも二度とつかないこと、 貧乏な人々が裕福な人々よりも少しも多く、支配に預からないこと、あるいはただ貧乏人だけ主権者であることなく、すべての人々が数に応じて、等しくそうであることが、そうであってこそ国政には平等と自由が存在すると、人々は信ずるだろうからである。アリストテレス、政治学、第六章国家共同体でも、中間的な人々によって支配されているものが、最善であり、 未熟粗暴な民主性からも過当性からも独裁性は生じてくるものであるが、中間的な国性や、それに近いものから生じることははるかに少ない。アリストテレス、政治学、第4巻第11章ポルビオスは、歴史を執筆し、ローマが短期間に覇権を確立した理由を分析した。王政、貴族政、民主制は長く続くと、 腐敗や制度老朽化によりそれぞれ、選手性、加藤性、修具性へ堕落し、選手性は貴族により打倒され、修具性は独裁者を招き寄せるため、この六生体は永遠に循環する。しかし、ローマ人は、単一の原理に基づく限りかなる国性も、衰えると考え、失政官、元老院、民会の三機関にそれぞれ王制的要素、貴族制的要素、 民主性的要素を担わせた政治体制を構築することで政治の安定を実現したと考えた。アリストテレスは、富者と貧者の均衡を重視して、過当性と民主性を混合させた国政を構想したが、ポリビオスは初期間の均衡を強調した。この混合性体論は、以後の政治論の重要なモデルとなった。マルクス・トゥ・デウス・キケロ紀元前一世紀 共和制ローマのマルクス・トゥディウス・キケロは、カエサルによる独裁を警戒し、法治理念を中心とした共和制を目指した。キケロは、著作、法律で失われつつある共和制の理念をストア派の自然法思想によって補強し、個々の国家ではなく、全人類を包括する理性の共同体こそが法や社会の基盤となると説いた。 市民の直接的な政治参加を重視したギリシアのデモクラシーに対し、共和制ローマにおける法を通じての社会参加を示した。キケロは、後の18世紀にモンテスキューやボルテールによって民主主義の先導者として評価された。16世紀、ニッコロ・マキャベリは、著作、君主論で現実主義的な政治理論を主張した。大衆は常に外見だけを見て、 また出来事の結果だけで判断してしまうものだ。ニッコロ・マキャベリー、君主論第十八章トマス・ホップズ十七世紀の新京都革命の時代にトマス・ホップズは従来の王権神授説に対して社会契約論を唱え権力の正当性を人民に求めた。ホップズは著作リバイアさんで人間の人間としての権利として自然権を主張しすべての人間は 生まれながらにして自由平等だが自然状態は万人の万人に対する闘争のため法の支配を実現するために支配復従契約を結んだと主張し後の基本的人権につながったただしホップスは各個人は自然健康試験のすべてを放棄して国家試験者に委ねたとし契約により成立した国家への抵抗権や賛成権は否定した 自然権とは、各人が、彼自身の自然すなわち彼自身の生命を維持するために、彼自身の欲するままに彼自身の力を用いるという、各人の自由である。したがって、彼自身の判断と理性において、そのために最も適当と思われるあらゆることを、行う自由である。トマス・ホップズ、リバイアさん第十四章ジョンロック十七世紀の、名誉革命時代にジョンロックは著作。 統治二論等で人間は自然権を持つが社会の秩序を守るために国民の信託により政府を設立したのであり仮に政府が国民の意思に反する場合には抵抗権を行使して政府を変えることが可能としたロックは人間は理性により自然法に従って生きることが可能であり社会契約により自然権の一部を国家に委ねたが それ以外の自然権は留保しており、公権力が、私人の生命、自由、財産を侵害する場合には、統治契約違反として、抵抗して戦う権利を肯定した。また、ハリントンの提唱した、権力分立性を発展させ、立法権と行政権を分離し、立法権を有する国会が、最高権を有すると主張し、イギリスで伝統的に形成されてきた、立憲主義、 権力分立、議会主義を社会契約論から理論付けた。ジャン・ジャックル・ソー18世紀、ジャン・ジャックル・ソーは、著作、人間不平等起源論、エミール、社会契約論などで、人間は、生来自由であるが、社会秩序のために、社会契約を結んで、国家成立したため、その政府は、人民の一般意思に従う必要があるとした。一般意思とは、 ただ共通の利益だけを考慮するもので、特殊意思の総和である全体意思とは異なり、常に公明正大であり、公共的な行為に向かっているものとした。主権は一般意思の行使であり、譲渡や分割や一般意思からの逸脱はできない。ルソーは主権者である人民は立法権を行使し続けるべきと主張し、代表者という発想を 中世以来の政治的堕落の産物として批判した。また、すべての生態には特色と欠点があるが、最低限執行権と立法権の分離が必要で、定期的集会により、政府の形態や執行者について、投票で決めるべきとした。ルソーの社会契約論は、ホップスやロックとは大幅に異なり、ギリシャのポリスを理想とし、社会契約による変革が不可能な時は、 天才的立法者の独裁による一般医師の強制的喪失をも提唱しているが、代表性の疑問を指摘し、直接民主主義の理念を提示した。人間は生まれながらにして自由であるが、しかし至るところでテッサに繋がれている。ある者は他人の主人と信じているが、事実は彼ら以上に奴隷である。国家的秩序は神聖な権利で他のあらゆる権利の基礎を成している。 それにもかかわらず、この権利は、自然から由来するものでなく、従っていくつかの合意に基づくものである。最強者であっても、自己の力を権利に、彼に対する服従を義務に変えなかったならば、いつでも支配者でいられるほど強力なわけではない。自己保存のためには、力を集合して、力の総和を作って、障害の抵抗を克服できるようにし、 ただ一つの原動力でこれらの力を動かし、揃って作用させるより他に方法はない。ジャン・ジャックルソー、社会系役論第一編自らが自由だと思っているが、それは大間違いだ。彼らが自由なのは議員を選挙する間だけのことで、議員が選ばれるや、否や、彼らは奴隷となる。主権が譲り渡すことができないと同じ理由で、主権は代表されることはできない。 それは本質的に一般医師に損する。そして医師は代表されない。医師は自分のものかあるいは他人のものである。その中間はない。それゆえに人民の代議士は一般医師を代表しているものでもないし代表することもできない。彼らはその用達人でしかない。彼らは決定的に何者も決めることはできない。人民が誰も批准しなかった。 一切の法律は無効である。それは法律ではない。ジャンジャックルソー・シャルルド・モンテスキュー18世紀、シャルルド・モンテスキューは多くの統治制度を比較研究し、ブルジョワジー特に知識階級の自由を権力の先生から保障するために、立法、行政、司法を同一人物、または団体に独占させない権力分立を構想した。さらに立法を 庶民院と貴族院に分け、行政は国王が担い、司法は C を廃した純粋に理論的操作であり、権力性はないと考えたため、庶民院、貴族院、君主の三権に、当時のブルジョワー、貴族階級、絶対王権の三階級が対応した。ボルテール18世紀ボルテールは、啓蒙主義として自由主義や人の本質的な平等を主張した。 フランソワ・ピエール・ギオーム・偽造は、普通選挙を求めるデモ隊に、以下の発言を行い、フランス2月革命の要因の一つとなった。選挙権が欲しければ、金持ちになりたまえ。フランソワ・ピエール・ギオーム・偽造エイブラハム・リンカーン・エイブラハム・リンカーンは、1863年の、ゲティスバーグ演説で有名な以下の演説を行った。 これらの勇敢な不祖たちの死を無駄にしないために、神のもとで、新しい自由を生み出し、そして、人民の人民による人民のための政治、統治がこの地上から失われてしまわないようたからかに、決意しなければならない。エイブラハムリンカーン18世紀後半から19世紀前半にかけて、ジェレミ・ベンサムは、自然権や社会契約などの抽象的理論を知り添け、合理主義の立場から、 政治の目標を最大多数の最大幸福に置き、国家は個人の安全に必要な限度で存在すべき、必要枠として男子普通選挙などを提案した。19世紀にジョン・スチュアート・ミルはベンサムと同じく功利主義に立ったが、個人の精神的自由を重視し、少数者の自由を抑圧する多数者による先生に、危惧を抱き、強要ある人々に、 複数の投票権を与える不平等選挙や少数者も代表を選出し得る比例代表制を提案した。アレクシド・トクビル19世紀、アレクシド・トクビルは自由主義的政治家として社会主義や急進的共和主義に反対し、著作、アメリカのデモクラシーで民主政治の平等性を評価する反面、個人の平等化が集団的匿名的専制主義につながるという、 大衆デモクラシーの傾向を指摘した。合衆国においては誰でも法に従うことに一種の個人的利益を見出しているという事実がある。今日、多数に属さない人も、おそらく明日にはその列にあるだろうという期待があるからで、ある。アレクシド、トクビル、アメリカのデモクラシー第六章。多数が疑念を抱いている限り議論があるが、しかし一旦断固として、多数が意見を表明すれば、 各人は沈黙する。わずかの非難にさえ傷つき、少しでも痛いところを疲れるとたけり立つ。多数は常に、持参の中に生きている。精神の自由がアメリカにはないからである。アレクシド・トクビル、アメリカのデモクラシー第七章第三代、アメリカ合衆国大統領のトーマス・ジェファーソンは、共和制を発展させ、民主主義と政治的機会の平等を唱え、州の権限を重視して、 連邦政府の権限制限に賛成した。我々の占領を信頼して、我々の権利の安全に対する懸念を忘れるようなことがあれば、それは危険な考え違いである。信頼はいつも先生の親である。自由な政府は信頼ではなく、正義に基づいて建設せられる。我々が権力を信託するを要する人々を制限生態によって拘束するのは、 信頼ではなく、詐欺に由来するのである。我々連邦憲法は、従って、我々の信頼の限界を確定したものに過ぎない。権力に関する場合は、それゆえ、人に対する信頼に耳を貸さず、憲法の鎖によって、非行を行わぬように拘束する必要がある。トーマス・ジェファーソン、1776年、ウラジーミル・レーニンは、著作、国家と革命で、 国家は階級対立と共に発生した支配階級の非支配階級抑圧のための機関で、ブルジョア議会主義などの小ブルジョア民主主義は欺瞞であり、社会主義の実現のためには、ブルジョア国家を暴力革命によって粉砕して、プロレタリア独裁を行う必要があり、その後の社会主義国家はコミューン型国家で、その下で民主主義は一層発展し、さらに、 共産主義社会への移行とともに国家は死滅すると主張した。資本主義社会における民主主義は常に少数者、有産階級、金持ちだけのためにある。ウラジーミルレーニンレフトロツキーはスターリン主義を批判し社会主義に民主主義が必要と述べた。社会主義は民主主義を必要とする。人間の体が酸素を必要とするように。 レフトロツキー・ベニート・ムッソリーニは自由主義と社会主義の両方を批判し、ファシズムを提唱した。民主主義は理論上は美しく、実践上は誤り、諸君はいつかそのようなアメリカの姿を見るだろう。ベニート・ムッソリーニ1928年、アドルフ・ヒトラーは著書、我が闘争で、大衆は理性的ではなく、効果的なプロパガンダによって操作できる存在で、 議会制民主主義は欺瞞であり、ドイツには指導者原理による指導者が必要と主張した。権力掌握後は独裁を行い、国民投票による事後承認を多用した。大衆の圧倒的多数は冷静な熟慮でなく、むしろ感情的な感覚で考えや行動を決めるという女性的な素質と態度の持ち主である。だが、この感情は複雑なものではなく、 非常に単純で閉鎖的なものなのだ。そこには、物事の差異を識別するのではなく、肯定か否定か、愛か憎しみか、正義変わるか、真実か嘘かだけが存在するのであり、半分は正しく、半分は違うなどということは決してあり得ないのである。アドルフ・ヒトラー、我が党総法学者のカール・シュミットは、民衆の望む政治を行うことこそが民主主義と考え、 アドルフ・ヒトラーを最も民主主義的と評価した。ウィンストン・チャーチル1947年、ウィンストン・チャーチルは会員演説で民主主義はひどいが、過去の君主制や独裁制はもっとひどいと述べた。これまでも多くの政治体制が試みられてきたし、また、これからも過ちと悲哀に満ちた、この世界中で試みられていくだろう。 民主主義が完全で賢明であると見せかけることは誰にもできない。実際のところ民主主義は最悪の政治形態ということができる。これまでに試みられてきた民主主義以外のあらゆる政治形態を除けば、だが、ウィンストン・チャーチル、1947年会に演説、フリードリヒハイエクは自由主義の立場から理性主義を批判し、法の支配と、 市場経済を二大原理と主張した。民主主義の下では、共同社会の道徳上の伝統を、多数の人が共有する共通の理念を形成しない、限り法の支配は普及しない。フランシス・福山は1991年のソビエト連邦の崩壊で、国際社会において最終的に民主主義が勝利し、歴史の終わりとなったと述べたが、その後も民族紛争や、 宗教紛争などが発生している。ソ連崩壊以降、社会制度をめぐるイデオロギーの対立が終わり、民主主義が政治体制の最終形態となり、永遠に存在し得る制度となった。フランシス・福山少数者支配の集団では、制度は支配者の効率や、都合次第でも良いが、多数者支配である、民主主義では多数者による支配を実現し、独裁や、 先生の発生を抑止するための制度が必要となるため、歴史的にも多数の理念、制度、議論が存在している。近代国家の政治制度論は、近代政治思想の影響を受けて、国民の自由を妨げないための相互牽制、国民のための機関であるという正当性、国民の統合などを目指しているが、具体的な制度は、必ずしも、理論的産物ではなく、多様な伝統。 歴史の産物でもある。アテナイで有名な創造演説をするペリクレスを描いたエコ大ギリシアのアテナイでは市民が主権者で民会を中心とした直接民主主義が行われた。また選手など独裁の発生防止に当変追放などが行われた。共和制ローマではローマ市民が主権者で元老院とローマ民会が意思決定機関となり独裁の発生防止に 死政官や非常時の独裁官等は人気制とされた。13世紀イングランド王国では王権制限のためマグナカルタが制定され立憲主義の先駆となった。議会主義議会主義は政治的主導権が議会に与えられる政治運営の体制でこの場合の議会とは国民の代表とされる選挙された議員からなる会議体であり政治的主導権とは立法権さらには 行政監督権限である。中世身分制議会は国民代表ではなく諮問機関に過ぎないため議会主義における議会ではない。また憲法上で議会の主導権が認められていても実際の運用上で行政権を制御できない独裁国家などは議会主義と言えず逆に制度上は諮問機関でも議会が内閣を選出する慣習ができれば議会主義が成り立っているといえる。 議会は中世ヨーロッパの各国で、貴族、僧侶、平民などの身分制議会が定期的に招集されるようになったことに始まり、中世法権制度が崩壊と絶対、王政確立により廃止され、ブルジョワ革命による王政打倒後に近代議会が誕生した。ただし、イギリスでは、ブルジョワ革命の比較的穏やかな進展により、身分制議会が国民を代表する、 近代議会に成長した。多数決原理近代議会は、個々人の政治的主張を調整することにより、社会を統合する機関であり、その統合は、社会全体の代表者である議員たちの自由で、理性的な討論と説得、そして妥協の積み重ねによるが、現実に解決すべき政治的課題の緊急性から、意見の一致が得られぬ場合には、集団的意思決定手段として、 相対的多数者の意見が暫定的に議会の意思とされる。しかし議会による統合の観点より多数派と少数派の際は常に相対的とされて将来の状況変化や討論進展による逆転可能性が留保されている必要がある。議会制を採用していても相対主義的価値観の社会への浸透議員とその背後の社会構成員の一体的 同質整理性的かつ客観的な判断ができる、議員意見発表の自由とその機会の均等などの条件が揃わない場合には、議会主義は変質、または形式化する。代表制限理金第議会を構成する議員は、国民の代表のため、彼らの意思が国民全体の意思とされるが、この代表の意味は、ブルジョワ革命期より根本的な思想的対立がある。 二院制議会政治の母国とされるイギリスでは、中世未分制議会が、連続的に近代議会に発展した歴史より、貴族院と庶民院の二院制だが、二院制の目的や、性格は各国により異なる。二院制は、権力分立、自由主義を背景とした制度であり、フランス革命や社会主義のコミューン理論など、自由主義よりも民主主義を代表する立場からは批判される。 また、政党の発達による両院の性格相違の減少もあり、新たに任意を採用する国は少ない。一院と同じ決議をするなら、無用、違う決議をするなら、有害。エマニュエル・ジョゼフ・ CAS 近代国家は、ブルジョワ革命の産物のため、自由主義の理念と、先制的な権力に対する警戒から何らかの権力分立制度が採用されているが、 国家の運営と行政の効率上は、立法権と行政権の共同も要請され、その調和が課題となるが、各国の遠隔や事情により、複数のパターンがある。議員内閣制イギリスの議会が設置されている、ウェストミンスター宮殿18世紀のイギリスで、形成された。国王の行政権が次第に大臣に移り、1742年に、 国王の信任を得ていたロバート・ウォルポール首相が議会の不信任により辞職し、大臣も議会の信任なくしては在職できない慣習が確立した。その後に連帯責任の原則、議会の首相指名による内閣成立制度などが整備された。議員内閣制では内閣成立の指名と内閣の責任追及において議会が内閣をコントロールし、内閣は 議会の解散により議会に対する選挙民の信任を問い得ることで両者間に抑制と均衡が成立する。このようなイギリス型の議会制度はウェストミンスターモデルとも呼ばれる。大統領制アメリカ合衆国のホワイトハウスアメリカ合衆国の政治体制として創始された。大統領は国民の間接選挙により選出され、 任期の間は弾劾決議成立を除き免職はない。議会は大統領の責任を追求できない反面、大統領は議会を解散できない。また大統領は議会への法案提出権がないが、議会で成立した法案の施行への拒否権がある。アメリカ型の純粋な大統領制を採用する国は少ないが、儀礼象徴的な大統領制はドイツ、イタリア、 スイスなど多数ある。フランスは直接国民投票によって選ばれ、首相任命権、議会解散権などの強大な権力を持ち、銀内閣制と大統領制の混合形態と考えられる。政党は17世紀のイギリス名誉革命の前後に生まれたトーリー党とホイッ党が最初とされるが、19世紀後半までの政党は、いわゆる貴族政党で、 財産と共用ある階層によるサロン的なグループで、特に公領や組織を持たず、個々の議員に対する拘束力は非常に緩かった。普通選挙実施後の現代の大衆政党は、議員以外にも多数の一般党員を全国的に組織し、公領や役割組織も備え、党費により財政をまかない、議員や党員は党議に拘束され違反には除名などの、 罰則が設けられているが、これら拘束は、議員は全く自由な個人として討議し議決するとの、近代議会主義の原則からは本来は認められない。ため、ルソー、ワシントン、ジェファーソンらは、政党否定論を唱えた。普通選挙が進み近代ブルジョワ国家から、現代大衆国家へ変質すると、従来の理性的な個人とされた財産と、 強要あるブルジョアジーによる議会主義が形外化し、有権者と候補者を政治的に組織する媒体として、政党が登場した。政党は私的結社として生まれたが、一定の条件を満たす場合には公的役割を果たしていると言える。また、近代議会制民主主義の自由委任性は、大衆社会では修正を余儀なくされ、有権者の意思を正しく、 議会に反映させるために選挙制度における人口比例が重要となった。政党は混沌たる候補者群の中に秩序をもたらす。ジェームズ・ブライス、近代民主政治20世紀の著名な社会運動であるアメリカ公民権運動を指導したマーティン・ルー・サー・キング・ジュニア利益団体は、政党以上に近代的な議会主義から離れており、特定の利益集団により、 民意や政治を歪める存在とも批判されるが、議会の統合機関としての役割低下に伴い、大衆の直接的な要求を議会や行政府に働きかける側面も持つ。利益団体の発生は19世紀のアメリカでのロビーストで、利益団体の機能には、職能代表的機能、政策に対するチェック機能、政治家要請機能、団体構成員への教育機能などがある。 利益団体の分類は、RT ・マッケンジーによる以下の3分類が一般的である。民主主義に関する議論は、その用語や概念自体に関する解釈を含めて、多数の議論が存在するが、主な議論の要素には以下があり、各要素は相互に関連している。民主主義では、集団の重要な意思決定を構成員が行うため、構成員の正当性や範囲などが議論となる。 民主主義は特定の範囲のものを平等に扱うため、全人類を範囲としない限り、その範囲以外のものは区別し排除することになる。古代ギリシアのポリスでは、市民はポリスの軍務を担えるものとされ、そのため、重装不評などの装備や軍務を自費で担える、一定資産を持つ成人男性の自由民のみが、市民とされ、無産者、奴隷、女性、他のポリスからの移住者や、 子孫などは原則として除外された。しかし、サラミスの改善で、ガレー戦の小ぎ手が貢献すると、無産市民も発言力を高めた。共和制ローマでは、ローマ市民権が非支配民族や、非支配地域に徐々に拡大され、アウグストス以降は、平役満期後の属州民の子供にも拡大され、さらに、アントニヌス直霊で、ローマ帝国内の全自由民に拡大された。 近代のブルジョア民主主義による議会制民主主義では理性や教養を持つ市民が議会で議論し決定するとされそのため理性や教養を持つ市民とされた有産階級の成人男性のみが賛成形を持つ制限選挙が行われたフランス人権宣言ではすべての人間は普遍的に人権を持ち平等とされたが以後も無産者女性植民地住民などは 参政権はなく、各国で徐々に普通選挙や女性参政権、あるいは植民地独立などが進んだ。また、フランス革命以降、多くの時代や地域で、言語、民族、宗教などの社会的同質性によるナショナリズムを統合の理念とした国民国家が普及したが、その反面として、少数民族、異教徒、外国人、 難民などへの差別や排斥も発生している。現代の現実的な民主主義は国民的な同質性原理により国民意識が普遍的人権より上位に置かれている。現代でも一部の植民地、保護国、俗領などでは本国に対する賛政権はない。外国人人政権の範囲は国により対応が異なる。議会制民主主義では選挙や 議員の位置づけについて複数の潮流がある。アテナイでは市民全員参加の民会や選出された評議員による500人評議会などがあった。共和制ローマでは元老院と民会があり、現在の貴族院と庶民院の起源となった。代表制原理には多数の議論がある。 間接民主主義を重視する観点からは、有権者は適切と考える人物に投票し、選出された議員や大統領は、全構成員の代表として信任されたとされ、自己の理性と知見に従い自由に議論し決定する。この観点からは、次の選挙まで議員の身分は保障され、次の選挙まで民意反映の機会もなく、選挙制度や政党は重視されない。他方、 直接民主主義を重視する観点からは、理想は直接参加であるが、議員を選出する場合でも信任ではなく、限定的な委任であり、議員が有権者の意思に反する場合には、リコール等も認められる。近代の自由主義による、ブルジョワ民主主義では権力による独裁を警戒し、当初の選挙は、理性と、教養ある市民とされた、有産階級の成人男性のみによる、 制限選挙で選出された議員は全体の代表として自由に議論でき、また権力分立として三権分立や任政も採用された。この観点からは普通選挙は無産階級による多数派支配が警戒された。ルソー、ワシントン、ジェファーソンらは政党否定論を唱えた。 しかし普通選挙が進展した大衆社会となり階級対立など社会の同質性が低下して議会の経外化が進展し支持する勢力を議会に送り込むために選挙制度や政党、さらには圧力団体の重要性が増大した。人民の意思の反映をより重視する立場からは普通選挙や女性参政権など公民権の拡大、議会の優越、 直接民主主義的要素などが唱えられる。ジャン・ジャックルソーは議会制民主主義の疑問を主張し、フランス1793年憲法は直接民主主義的要素を採用した。また多くの国や組織で特に重要な意思決定にはレファレンダムが併用されるようになった。ウラジー・ミル・レーニンは前衛党が多数派の労働者、 農民を代表するとして一党独裁を行った。またアドルフ・ヒトラーは事故をドイツ民族の指導者と主張して独裁を行い、カール・シュミットはアドルフ・ヒトラーを最も民主主義的と評価した。これらの独裁を批判する立場や理念には自由主義、多元主義、経験主義、保守主義や法の支配、権力分立などがある。デモクラシーは古代ギリシアの生態論の一。 分類として生まれ、自由で平等な市民による相互支配が本質で、全市民による民会での意思決定だけではなく、公職は抽選により民衆裁判への市民参加が重視された。アリストテレスは、デモクラシーでは支配と服従の両方を経験することが重要とした。これに対して、選挙は貴族性的な制度であり、選挙によって選出された代表者の意思決定を、 大幅に取り入れて、市民が第二子に政治を委ねる近代のデモクラシーは自由な過藤性の面もあり、同じくデモクラシーと呼べるかは問題が残るが、しかし市民による自己統治の理念は現代でも重要な意味を持っている。民主主義は構成員全体による意思決定のため、全構成員による集会や代表者による議会のいずれの場合でも合意形成方法が議論となる。 大別して以下の決定方式がある。一般的には議論による説得、妥協、交渉などを続けて全会一致となるまで合意形成を図ることが理想的だが意見集約が困難で期限が求められる場合には多数決も採用される。しかし多数決は多数派による先制ともなり、特に階級や民族など同質性が低い集団では、 多数派と少数派が固定化し、議会における実質的な審議機能が低下すると、民主主義による全体の統合機能が形外化する。また自由な議論には、言論の自由、多言主義、情報公開などが前提となるため、形式的には、民主主義でもこれら前提が、実質的には不十分な場合には、非自由主義的民主主義などとも呼ばれる。自由主義や多言主義の観点からは、 複数の意見が存在して、議論や選択の余地があること自体が健全であり、説得や状況によって、現在の少数派も将来は多数派になる可能性が確保されていることが、議会や民主主義の統合機能には必要となる。古代アテナイでは、議論を行った後に、決着しない場合には、多数決が行われた。モンテスキューは任意性による慎重な審議を主張し、ルソーは、 人民主権を重視して一員制を主張した。多くの近代憲法では、憲法改正など重要な意思決定には単純、過半数より厳しい、半数を超える成立要件やレファレンダム要件などが定められている。玉座のナポレオン一世。ナポレオン・ボナパルトは、フランス革命戦争に際して、軍事独裁政権を樹立し、国会の議決と国民投票を経て、 フランス人民の皇帝に即位した。民主主義と独裁や先制は歴史的にも多数の議論が存在している。古代より民主制の一部では非常時における独裁の制度があり、また人民の意思の実現には革命や独裁なども含めた強権が必要との主張も存在する。他方で独裁の実施者の多くは非常事態における 民主主義の防衛などを独裁の理由として主張している。古代アテナイの民主制では独裁の発生を防ぐため公職の抽選や当編追放が行われた。ソクラテスが市民による公開裁判で死刑になった後、プラトンは民主制は修具政治に陥ると考えて鉄人政治を主張し、アリストテレスは民主制が堕落すると王政になると考えた。 共和制ローマでは非常時に人気限定の独裁官を設置できたが、カイサルが民衆人気を背景に終身独裁官となり帝政ローマの基礎を築いた。ロック・モンテスキューラは独裁を防ぐため権力分立を主張したが、ルソーは人民主権のためには強制的な力の喪失が必要とも主張した。フランス革命では民衆を支持基盤とするジャコバン派が 恐怖政治を行い、ナポレオン・ボナパルトは国会の議決と国民投票を経てフランス人民の皇帝となった。またバブーフは完全平等社会の実現のため私有財産制の廃止と独裁を主張し、後のブランキやカール・マルクスに影響を与えた。エドマンド・バークラはフランス革命を批判し保守主義の潮流となった。マルクスは資本主義社会から 社会主義社会への過渡期には、プロレタリア独裁が必要として、独裁を肯定したが、その独裁は短期間で激しくないと考えていた。レーニンは、ブルジョワ民主主義を疑問と批判し、社会主義革命後に、最も完全な民主主義が実現すると記し、ロシア革命後に独裁を行い、約10年で、共産主義社会は実現すると約束したが、1年後に、約束を撤回した。 レーニンの後継者となったヨシフ・スターリンは社会主義建設が進むほど階級闘争も激化するとの階級闘争激化論を掲げた。第一次世界大戦後、世界で最も民主的な憲法と言われたバイマル憲法下のドイツでアドルフ・ヒトラー率いるナチス党がドイツ民族の危機を訴えて1932年7月ドイツ国会選挙で大躍進し、 さらに国民投票で相当となった。法学者のカール・シュミットは民衆の望む政治を行うことこそが民主主義と考え、アドルフ・ヒトラーを最も民主主義的と評価した。エイリヒフログ後に自由からの闘争と呼んだ。第二次世界大戦終結後、アメリカ合衆国では共産主義による脅威を背景に赤狩りとしてマッカーシズムが発生した。 現代でも多くの社会主義体制国は社会主義政党による独裁と人民民主主義を掲げている。また憲法などで形式的には民主制が採用されている国家を含め多くの国家や地方で治安維持や戒厳令などの緊急事態制度を使用して開発独裁や権威主義的な政治が実施されている。多数派による支配を意味する民主主義と個人の自由を 最大限に尊重する自由主義が緊張関係にあることはフランス革命以来繰り返し強調されてきた。バンジャマン・コンスタン、アレクシド、トクビル、ジョン・スチュアート・ミル等は次第に権力を増大させ道徳的、私的な権威さえも確保しつつあった民主主義の圧力から個人の自由を守る自由主義の視点より議論を展開した。他方でカール・シュミットは ジャンジャックルソーの一般意思論を踏まえ、民主主義は、最終的には一連の同一性の承認により、成り立つため、価値の多元性を前提とする自由主義や議会は、民主主義の妨害要素で、官僚化により、形外化した議会よりも、人民の喝采により支持を受けた独裁者による民主主義を提示し、議会性を補う、国民評決や国民発案を主張した。 民主主義は構成員による意思決定であるため、構成員全体の意思が反映されるべきだが、それが正しいまたは適切であるか。さらには、世論とは存在し、提示可能なものかなどの議論がある。プラトンは民主主義は、衆具政治に陥ると考えた。マキャベリやヒトラーは、大衆は愚かであると考えた。ロック、モンテスキュー。 ジェファーソンなどは自由主義の観点から多数派による先制を警戒し権力分立が必要と主張した。ジェームズ・ブライスは著書近代民主政治で近代デモクラシーでは世論こそ政治が従わねばならない基準とした。またジャン・ジャックルソーによる一般意思も理想化された世論と言える。しかしアメリカ合衆国で選挙予測から始まった世論調査の進歩もあり、 1922年、ウォルター・リップマンは、著作、世論で、世論は、先入観によるステレオタイプ的思考に影響され、マスメディアが、現実には情報を、意識的、無意識的に取捨選択して、大衆のステレオタイプ的思考を促進しており、世論は、容易に操作され、変化されると述べた。他方で、ポール・ラザースフェルドは、著書、 人々の選択でマスメディアによる投票者への影響は直接的ではなく間接的で有権者はオピニオンリーダーとのパーソナルコミュニケーションにより自らの意思を形成していくと述べた。ありがとうございます。